ニューアルバムということで気合いも入っていたんですけども「ハレンチ」っていう言葉自体がすごく好きで昔からねあの人から見たらすごいなんだろうなイメージが悪かったりとかあの日本語なのに英語っぽかったりとかもするっていう理由からどこ出身か分かんないとかそういうのを含めてすごく私っぽいなと思ったので、えー、そういうタイトル にふさわしいいんじゃないか今回のアルバム、と思ってつきましたアルバム今回のアルバム、本当にあの難航してあった部分もあって、自分的に J-POP っていうものをやってみたかったんですよ、今回の作品で。なんで、すごいやったことなかったっていうのもあって、自分的にはすごく挑戦的なアルバムだったので、そこの制作ですごい時間がかかった覚えがあります。 そうですね。あれ、でも自然と涙が出てきたかもしれないです。やっとこの作品を出せたとか、そのやっと、なんだろうな、これを歌う日が来たんだとか、これがみんなの元に届くんだとか、うーん、なんかそういう思いもありましたし、なんかここまで頑張ってこれてよかったなっていうのとか、過去のことを思い出したりとかして自然と涙が出たなとは思いますね。ダリアという名前はすごく、 日本では有名な花言葉があってあのそれが理由です詳しくは言いません <laughs> えーでもキャストさんが一番印象に残ったかもしれないですその女の子のダンサーさんが今あのツアーとかライブでついて回ってくれてるんですけどその子たち今回がその美人が初めてであのすごく楽しくてでずっと仲のいい振り付けをやってくれてる玄太 が振りをつけてくれたので、玄太もいたし、あの、ずっとお仕事いつかしてみたいと思ってた高島さんもいらっしゃったりとか、なんかそういう人がいっぱい、好きな人がいっぱいいるっていう現場もそうですし、まあ監督もずっと長年やってもらってる辻元監督、チームとか森田さんチームだったりとかも、なんか馴染みのあるチームだったのですごくハードな撮影ではあったんですけど楽しかったですね。 あ確かに自伝を書くって言ったらおこがましいですけど、自分が多分自伝を書くってなったら、ああはなんないかなと思いながら、でも確かにそういう感覚かもしれないですね、えー。普段は、でもスタジオにこもって曲を作ることが多いかもしれないです。でも、普段から思いついた時には曲を書いたりとか、えっ、ー、と、詩は毎日書いて眠ったりとかはしてますね。 なんで詞は毎日書いてるけどそれが使われるかわかんないっていうのを省いたら詩を先に書くかもしれないですけどスタジオに入ったらまずメロディーから作りますでもやっぱりそのずっと聴いてた遠い存在の人の声 と自分の声が同じ楽曲に入ってるっていうのは面白かったですね。すごいそれは、なんだろう、感動もしたし面白かったなぁとも思いつつ、あと、やっぱり好きな言語でできるっていうのは、すごく自分的には嬉しかったです。楽しかったし、チャレンジでもあったし、面白かったですね。理想な女性像、男前な女性像ですかね。なんか、うーん どこまでって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、思い切りの4日良くて繊細で、なんか、バラみたいな人が好きです。絵を描いてましたね。絵を描いて、猫飼ってるんですけど、猫と、なんかおしゃべりしたりとかしてました <laughs>。22歳は、 自分なりに目標を決めていて、できるだけニャンニャンするっていうのは決めてたんですよ。そのニャンニャンっていうのは22歳だからっていうのもあるんですけど、あの、人にこう頼ったりとか、こう甘えたりとかするのがすごく苦手なタイプで、それを積極的に22歳はしてみようと思って、あの、し,しましたね。でも楽しかったし、なんかその自分の、なんだろうな、 その弱い部分とか可愛い部分みたいなものがよく分かったんじゃないかなと思います。で23歳は逆に人をもっと助けたりとか、あの、兄さんらしく生きていきたいなと思って、あの、もうちょっとこう、どっしりとしたあの女性に近づけられるように頑張りたいなと思ってます。Keep going. 台湾の皆様、えー、長らく応援していただいてありがとうございます。えいつか皆さんの元にも行けるように直接会って感謝ができますように、早く自分も成長して、あの、皆さんの元へ行きたいと思いますので、その時までぜひ待っててください。